これで大体いいですね。失礼して。あ、まあ、伝ってない。まあ、チューニング合わせるとして。こんばんは、福山です。唐突の始まり方をしてしまいましたが、始まって20秒ぐらいずっとチューニングの音しか流れてなかったんで驚いた方もいらっしゃると思いますけど、今日はですね、なんとですね、すごいですよ。スペシャルウィークですから、オールナイトニッポンスペシャルウィークの始まりの日ですか、今日が。オールナイトニッポン的にはね。で、始まりの日ということで、今日は福山雅治のオールナイトニッポンは、なんと、前々から、告知していた、前々から盛り上がっていた、前清スペシャルでございます。もう前清さんでいらっしゃいますよ。まあ先ほどね、本番前にいろんなことを、お話ししたりとか、いろいろこう、ギターでこう、ごちゃごちゃっとしたりとかですね、いろいろやってました。すごいよ。今日は悪いけど。うん。今日は盛りだくさん。盛りだくさんっていうかね、なんていうのかな、こう、シンプルなんだけど、それでいて、味わい深く、忘れられず、でも、終わった後は爽やかな清涼感がある。なんかそんな、和食の、なんだかわかんないんだけど、大トロっていうの？大トロかな？寿司で言えばね。寿司で言えば。そんな感じ？うん。そこに今日はですね、久しぶりに小原くんという放送作家のネギ役で、ネギ役で帰ってきましたので、ね、もう全く何の打ち合わせもせずに始めてしまったんですけど、今日はね、何しろ前川さんのお時間をたくさん取りたいと思いますので、もう行きましょう。ね。それでは行きます。福山雅治のオールナイトニッポン、前清スペシャル。ちなみにね、私最近ね、寝不足気味なんですよ。結構。なんかやっと仕事をし始めて。そうそう、だからドラマ関係の仕事がちょろちょろと、仕事というとなんかあれだけど、ドラマ関係のね、ことをやってるんで、今日、日本放送来たら顔も変わったというか、そうなんだよね。なんかやっぱりね、テレビの仕事をし始めると、なんかね、パリッとしなきゃいけないと思うんですよ。テレビに出る人の顔に徐々になっていくわけ。先週まではだって105キロぐらいありましたからね、体重ね。かなり絞ったでしょ。ね、髪も。もうなんだよ、髪紫色と、黄色と赤と、なんかいろんな色が入ったら音源だったでしょ。うん。あともう、それピアスもタトゥーも入ってたしね。もう全部落としたから。うん。車検のためにこう、改造を元に戻したみたいな感じでございますよ。はい。嘘です。言っとかないとさ、嘘ってね。でもまあ変わったのは本当だよね。徐々にこう、張りが出てきたっていうか。福山雅治のオールナイトニッポン。この番組はポニーキャニオン、ブルボン、BVD 富士坊、東芝 EMI、春日井製菓株式会社、SNK、大道ドリンコ、エイベックスラックス、中央出版、ソニー、ファミリーマート、ポパイ、オリーブ、ザ・ピー。以上、ザ・ピー。以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国34曲やってお送りします。今日はですね、前清福間さんも後で生で歌いますが、まあまずはね、なんですかね、まずはこちらの男二人組のやつを言ってますよ。まあこの二人組よりもね、多分ね、僕らの方がいいんじゃないかと思われますけど。3月19日に出るアルバムショッピングより、井上陽水奥畳を、っていうイントネーションでいいな。井上陽水奥畳を、で、アジアの中心。ただいまですね、番宣という番組宣伝というやつがですね、流れてたと思うんですけど、ナインティナインのオールナイトニッポン、明日と言っておりましたが、訂正があります。木曜日でございます。はい。うちの番組はですね、ナインティナインのオールナイトニッポンを担当している神田さんがディレクターをやってるわけなんですけど、間違いであります。木曜日ですよね。はい。神田さんからもですね、ディレクターの方からもですね、謝罪してくれという話に申し訳ございませんという言葉になっております。木曜日でございます、ナインティナインはね。さてですね、月曜日、福山雅治のオールナイトニッポン、前清スペシャルで、前清スペシャルではですね、まあ、毎週のことながらファックスをですね、今週も呼び込んでおります。今日の出来事、などなど。なんか気が向いたらブーッと送ってください。東京 03-3211-0707、東京 03-3211-0707 までです。深夜ですので、くれぐれもおかけ間違いのないようにね。それともう一丁お知らせ。お待たせしました。今や日本中で大ブームを巻き起こしているたまごっちが当たるオールナイトニッポンキーワードクイズの時間がやってまいりました。ええ。まあ前々からこれも、告知しておりましたが。失礼。そんじょそこらで手に入らなくてみんなが喉から手が出るほど欲しがっていると言われるたまごっちがなんと、このオールナイトニッポンで手に入るかもしれません。今から言うことをよく聞いておくように。
今週のオールナイトニッポンはゲストと企画で盛り上がっちゃうスペシャルウィークでございます。今週月曜日福山雅治のオールナイトニッポンから土曜日松尾谷由美さんのオールナイトニッポンまで、毎週オールナイトニッポン一部の各番組のどこかでキーワードを発表します。このキーワードを6個すべてチェックしてハガキに書いて送ると、抽選で毎日1個ずつ各番組でパーソナリティとスタッフが手塩にかけて育てたたまごっちが抽選で当たるというわけです。もう1個ずつしか手に入らないわけですよね。貴重ですから。今日はね、オールナイトニッポン的にもね、手に入れたたまごっち、いろんな各種、これたまごっち新バージョン、ニューバージョンのやつですね。巷ではたまごっち2と言われているやつ、いろんな色があったんですけど、新種発見たまごっちと呼ばれているらしいです。まあいろんなのあったんですけど、色が私はやっぱり黄色です。イメージカラーですから僕のいや黄色好きなんですよ。でね、これは俺も一回やったことあるから、ワンの方で、ワンというか前のやつ、これ新種発見たまごっちニューバージョンのやつ、早速これ育てましょう今からね。いきますよ、ほりゃ、やだ、知らない人の方が多いからな。今こうやってね、これでスタートするわけ、なんか紙みたいなピッて抜いて、そしたら今ね、こうたまごっちくんがね、最初のやつと違う、卵を産むのを待ってんだけど、そのね、卵を産むのを待ってる画像が、絵が前のやつと違ってブルブルくんになってる。今回ブル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 ってしてるよ、これブルブルくんに。ねえ、これ違うの、これ、あ、これ間違い、失敗してる、これ失敗してんの、ブルブルくんじゃないんだ、一回リセット、え、嘘、あ、もう一回ごめん、あれブルブルくんだよそんなわけですね、まあこれは生放送なわけであってですね、壊してしまったものは仕方がないこれをお送りします。壊れたたまごちをいやいや、ちゃんと直します。今日はたまごちのドクターがちゃんと副長にスタジオの方に来てます。焦んない、全然焦んないよ、俺こういうのもう得意な、慣れてるもんねでね、そのたまごっちが当たるキーワードクイズを発表します。今日のキーワードは月曜日はがでございます。毎日一言ずつ、一語ずつ、キーワードが発表されますので、それ土曜日まで聞いて組み合わせると一文節になっております。これ書いて送ってくるということですね。そしてさらにこれまた恒例のダブルチャンス、たまごっちに外れてもパーソナリティのサインを入れて卒業シーズンに大活躍のサイン帳を各番組10名全12番組120名にプレゼントします。欲しいという人は、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号とサイン帳が欲しいパーソナリティの名前を書いて、郵便番号 100-87 日本放送福山雅治の、違う、これは俺の番組ってことではない、郵便番号 100-87 日本放送オールナイトニッポンキーワードクイズの係まで送ってくださいね。そんな感じですか。今週のラインナップ言ってきますか。そうですね、まあ私はトップバッターですからね、月曜日のね。ちなみに今週、今日ですね、月曜日福山雅治のオールナイトニッポンはゲストに前川清さん、もうこの登場ですよ。火曜日松村邦洋さんのオールナイトニッポンはゲストに猿岩石、友坂理恵ちゃん、ロンドンブーツ1号2号数でしょうですね、多すぎないですか、これちょっと。水曜日、シャランキューツンクのオールナイトニッポンはゲストにマックス、数で勝負。木曜日、ナインティナインのオールナイトニッポンはゲストに雛形あきこ、陣内孝則、袴田義彦というドラマ、ストーカー誘う女の出演者を招いてのみちるちゃんスペシャル。ラジオだからラジオやれよすいませんと神田さんが謝っております、ね、金曜日は特番芥川賞受賞記念、辻仁成さんのオールナイトニッポン。土曜日、松尾谷由美さんのオールナイトニッポンは苗場プリンスホテルブラザーディウム、あれだ、ブリザーディウムに、苗場プリンスホテルブリザーディウムにリスナー100名を招待しての公開生放送、苗場でウッシーシースペシャルですね。はい、というラインナップになっております。たまごっち当たります、ちゃんと直しておきます。前気を抱きしめてさあやってまいりました。今日はですね、福山さんのオールナイトニッポン前気をスペシャルということですね。
あの人に来ていただきました。どうも、前川清さんです。どうも。どうも、こんばんは。はじめまして。はじめまして。どうもです。前NHK で、はい、紅白の時っていうのは一緒に一回出た時あって、はいはいはい、ありましたよね。あの時って挨拶ってさせてもらえなかったでしょうか。多分どうなんでしょうかね。僕は違うなかったですよね。多分僕は吉幾三さんからはなんかお礼を言われたんですよ。ほうほう。あの娘さんがコンサートに行きたいって言ってたんで、それにあのチケット取ったりとかしたみたいで、うん、僕のスタッフが。そしたら吉幾三さんが、うん、あの僕のところに来て、この度は娘がって言われたぐらいしか覚えてないですね、あの時は。なんせ僕も初めての紅白だったんで、全然緊張してて。ねえ、ほんと、はじめまして。いや、はじめまして。本当に今日遅い時間、本当に。こちらこそありがとうございます。まずちょっと電報が届いておりますんで、紹介しましょう、はい。10周年記念、ファンの集い、最高に良かったです。新曲、バラのオルゴール、ヒットしますよう、お祈りします。大宮市は中田敏子さんから。あ、どうも。ありがとうございます。こんばんは、塚でございます。はい。そうですね。新聞記事も出てるんですよ、前川さん。はいはい。これ見ました？僕は。何新聞これ？産経新聞。これ見ましたよ。見ました？見ました見ました。すごいですね。福山さんの深夜ラジオ番組。ね、女性リスナーに前気をブーム。前川さんは前気をとこう言われているのはご存知でした？僕はもうつい最近まで知りませんでした。あ、そうですか。はい。なんかね、この前清というこういわゆるそのニックネーム的なものも、はい、なんか自然にそうなっていったんだよね。なんだ、リスナーとのハガキのやり取りで、うん、キムタクとかトヨエツとかってあるじゃないですか。それでなんかそういう流れでなんか前清というふうになっていったんですよ。はあ。で、何しろうちの番組的にその最初は涙っていうコーナーを、今年の1月から立ち上げてたんですよ、はい、こういうの像の中で、はいはい、で最近泣いた話を送ってくれって、それはね、僕テープその時の番組の聞かせてもらいました。あ、そうですか。それは聞きました。はい、そうなんですよ。はい、それでなんか僕は思わずすごいハマってしまって笑ってしまったんですけど、うん、なんせものすごい多かったんですよ、その年末の紅白歌合戦を見て抱きしめてて泣いたっていう。へ、でその涙のコーナーが今やなんとなく細々になって、うん、前気をってコーナーになってしまったんですよ。こういう状態なんですよね。いやいや、なんか僕も嬉しい限りでございますけど、うん、でも福山君ってあれですよね、はい、イメージと違いますよね。あ、そうですか。うん、声、僕は時々聞いてて、声から察すると、結構落ち着いたというか、40前後、そういう風にね、感じてました。40前後。もう喋り方が落ち着いてるというのかな。でね、キレがいいよね、言葉が。あ、そうですか。アナウンサー的な喋りというのから声のノリというか。あ、そうですか。で、長崎ですよね。長崎ですよ、前川さんと同じ。なまりが全然出んでしょ。ねえ、なまりが全然出んもんね。前川さんのなまりは長崎なまりですかっていうそのはがきが来てたんですけど、これね、時々最近ね、あまりがね、俺喋ってる時は自分で分かってるんだけども、それを録音で聞いた時ね、分かんないのよ。あ、自分の喋りが。自分の喋りが。だから、なまりがね、俺意外と長崎の人から言われるのよ。あ、長崎の人からですか？もうちょっと俺も悪かったんですけど、今、長崎の人からですかってなっちゃったんですけど。そう。変になっちゃうんですよね、なんかね。だからね、なんか、どうなんでしょうね、長崎の訛りだと思うんだけども。でも、ね、あんなって言うと失礼ですけど、恵比寿さんほどじゃないじゃないですか、僕たちは。恵比寿吉和さん。でも、恵比寿さんは、こう、訛りあっても分かりますよね。意味が。分かるんですか、ね、意味が僕は分かりますね。いや、それは僕も分かりますけど、ね、長崎人として。で、俺なんかの喋りというのは非常に、だから、それで福山君なんかこう聞いてて、すごい歯切れがいいなと思って、だから、結構イメージと違ったかな。顔もね、はい、違ったね。俳優さんみたいな顔してるよね。いや、いい男。いや、いい男で、まあ、最近ちょっとドラマに入ってるもんで、そういう状態なのかもしれないですけど。俺やっぱ女だったら申し込むよね。お付き合ってくださいって。なんといい顔してる。48歳になられた前川さんとですね、なんと。はい、
私28歳、はい、48歳前川さんと今日はなんとほぼペアロックと言っても過言ではないような、ね、偶然だよね。偶然ですよね。普段の前川さんそういう感じなんですか。こんな感じ。俺あの今日の前川さんはあの、はい、白い T シャツを着てその上にレルシャツのチェックのレルシャツを着て、はい、でデニムの帽子で、はい、パンツはジーンズですか。あ、ジーンズですよ。スニーカーですよね、うん、僕も普段は大体ジーンズなんですけど今日はちょっと前川さんに会うというカーパンという感じなんですけど、うん、ありがとう。それで僕も今日チェックのレス、あ、ブルーっぽい、ブルーっぽいネルシャツに、白い T シャツにっていう、うん、結構見てるもんね。見てますよね、うん、本当にこのままテレビ出れるぐらいの勢いがありますよね。だすごい自分がね若くなったみたい。あ、そうですか、うん、でもね僕の第一印象はこれ失礼かもしれないんですけど、はあ、若いですよね。本当？ええ。ああ。いやいやありがとう。いやいや、なんかね、ちょっと、おはがき来てるんで、ちょっと、はい、トントンと紹介していきますね。はい、品川区大崎、ともちゃん。今日は、前川清さんがゲストということで伝えたいことがあります。はい、それは、私の母、美智子のことなんですが、はい、2月13日、はい、武蔵小山の商店街で、はい、スカちゃんの番組の公開生放送があると聞き、はい、ミーハーの母は、ゲストが前清。スカちゃんも見れるし一粒で二度おいしいわとそれを見に出かけました、はあ、後で話を聞いてみると番組の CM 中に今度の月曜日のオールナイト楽しみにしてます前川さんの前清コーナーっていうのが番組であるんですよなどなどと前川さんに話しかけたというじゃないですか。あの美智子さんが俺覚えてる、ね。でね、あのこの、うん、オバタリアンパワーの母をちょっと羨ましく思うのですが、うん、母は喋りすぎたかしらと戻ってきてから落ち込んでいます。こんな母に前川さん一言お願いします。ああ、僕覚えてますよ。覚えてます。そうそう。で僕が向かっててね左側にね、はい、左側にいたの多分ね眼鏡かけたんじゃないかな多分。美智子さんは多分そうだと思う。ええええ。なんかいやでも覚えてるんですよ。眼鏡かけてなくともね。いやかけた人もいたからそれはダブってたかもしれないんだけど。でもあの覚えてる。こういうふうにいきなり来てこれで今度の月曜楽しみにしてますってしてますって。でオンライト日本って言うとだって若い人が聞いてるっていうイメージがあるじゃないですか。それをえオンライト日本聞いてるんですかって聞いたら、聞いてますって言って、今週でもまた聞きますからね聞きますとか、あ、よろしくお願いしますって言ってそうやって話をしたんですよ、CM 中に。そうなんですか。はい。なんかお母様はなんか喋りすぎたかしらって戻って気にしてるらしいですけど。喋りすぎていない。大丈夫ですよね。すごいね、あの気さくな人。美智子さんは、うん、一見するとなんだいきなりと思ったけども、でもなんかすごい気さくで、すっとあの話一線普通こうあるんだけども、そうですよね、すっとね話せたかな、すっと入り込んできました。あ、そんな感じでした。覚えてます。 PS 前川さん、はい、もっと大きい人かと思ったけど、うん、とっても素敵でしたはというなんかあのお母様が言ってらっしゃったらしいです。あ、でも身長177cm。僕は77ですよね。ですよね。これ僕もだから80。僕は80なんですよ。大きいですよね。でこの読まれた、はい、ともちゃんにはですね、はい、前川さんからプレゼント、前清テレカ、今度の新曲バラのオルゴールのテレカでございます。これいいですね。かっこいいのよ。なんで？え、本当これね。これさっき自分で選ぶって言ってたじゃないですか。これ選んでないの。どうですか？俺はもっとねいいのをね。俺ね選びたかったんだけどね。どういうわけかね。もう周りがねこれだ。センスがないのが多いのよ。だってさスタッフったら死にそうなのばっかりだよ。すいません BMG ビクター、私も同門でございます。いや本当にそれだね。なんかプリクラみたいな。いやプリクラみたいなんてプリクラはこれはないですよ。いやでもなんか色合いがさ黄色とかなんかでさかなりアダルトですよ、ね、そうだね。日活っぽくない？日活っぽいのよこれ。このシャツがなんかあのなんかサラリーマンの方がジャケットを脱いだ感じ。そうそう。でねこれね下ズボンとかなんかすると結構かっこよく映ってるんだけど、上だけしてるからバストアップですもんね。サラリーマンが酔っ払った帰りにこう振り向いてるって感じしないね。ねえちょっと振り向いてる感じなのよ。だからこれは若い人はこれね持ってあげたら笑われる。だからお母さんだったらね、実は喜んでいただけるかもしれませんね。でも結構好きだと思いますよその若い子。本当？だからこれね、普通ねいつもね10枚とか20枚ってね必ずね持ってくるんですよ俺は、事務所が、これだけあの受け取ってないの。いらないって。いらないって。そうなんですか。じゃあ続いてのファンが、はい、これ。これね、はい、神奈川県横浜市のですね、これはですね読んで超ヨンピルさんからですね、
ウェルカム前ひろ、今や、今やたまごっちをしのぐほどの前ひろブーム。そのブームは音楽に疎い我が父も、浸透しています。はあ、我が父にも浸透しています。ありがとうございます。マシャのラジオで初めてマイキオが取り上げられた数日後、なんと父が抱きしめてのテープを聞いているではありませんか。はあ、あまりの偶然にびっくり。父に尋ねると、紅白でこの曲が一番良かった。と絶賛。はあ、父が買ってきたのは、去年の5月22日に発売されたベストアルバムで、サングラスをかけたマイキオが映っています。抱きしめてと少し音を外しながらも口ずさんでいる父はなんだか楽しそうです。PS 最近大物同士のデュエットが流行っているので、前清と福間もデュエットしてみてはどうでしょうか。いいですよね。いいね。ねえ、これはね、俺もね、ピーンとね、福山君の顔見た時に、ね、俺も感じるもんがあったのよ。僕もあったんですよ。なんかこれ二人でやらんといかんなと。いかんなと。しかも同じレコード会社だけに。そうですよね。福山でもアルバム最近は出してないんでしょ。随分出してないですね。何出してないの。いや、なんかいろいろ BMG 聞いたらね、結構売れてるらしいのよ。いやそれどういうわけかね、前川さんからね、言ってください、何を言うんだっつったらね、アルバムを出すようにって、なんで俺が言わないといけないのか。佐藤部長、そういう根回しはやめましょう。でもね、やっぱり結構みんなね、やっぱり楽しみにしてるみたいですよね。でもやっぱり自分でやっぱもちろん作るから、なかなかやっぱりこの自分のこのノリってあるじゃないですか。そうですね。ああいったのでやっぱ曲ってやっぱりなかなか出たりできたりしないでしょ。なんか出たり入ったりって感じね。でもまああの曲はまあたくさん作ってるんで、まあ、もうすぐぜひともでも一緒にやりたいですね。なんかやりたいですよ ね長崎で南山高校ですよね。南山高校、男ばかりの高校で南山高校。僕はわかる今のわかんない。まああとでそれするでしょ。僕工業高校なんですよ。あ、工業高校、頭いいんだ。いやなんかいいですよね。なんかその辺のなんかでね、工業高校落ちたのがね、南山行くのよ。本当だって。そうなんですか。そうなのよ。改正じゃないですか。いや違うのよ、あれはね、あの下の方が上の方って分かんないけど、はい、あの上の方が下の方って分かんないでしょ。分かんない、ね、どこに行ってるとか。俺たちね、大体ね、あ、こういうから流れてきたなって分かるのよ。そうなんですか。そう、頭良かったんだ。いやいや、そんなないっすよ。あ、ちょっとあの次の話です、はい、江戸川区、東ん江戸川区東小松川、あやこちゃん、今クラスでもっぱら噂になってることがあります。それは前清さんの一物が馬並みであるということです。馬並みか。すいません。いる馬並みかそうでないのかの多数決をクラスで取ったところ、34対14で馬並みということに落ち着いたのです。実際のところはどうなのでしょう。多分クラスのみんなラジオを聞いてると思うので教えてください。 PS、 私の学校では前清ブームが激しく、放送部の好きなアーティストのアンケートでは1位グローブ、2位シャランキュー、3位前清でした。おめでとうございます。私もハマりつつあります。馬並み、俺はね、ちっちゃいし。そうなんですか。でもかたくさんのおはがきが、前川さんはでかいというはがきが来てます。そういったのがね、やっぱり噂であるみたいですね。噂がありますよ。僕の方にも届いてたんですよ。俺はちっちゃいし。そうなんか。俺自分だから絶対知ってるって、人のもんと比べてるから。あ、そう、人のもんと比べてるから、絶対に大きくはない、普通でやっても。そうですか。迷惑をかけない。あの礼儀正しい。そうそう、礼儀正しいね、ちゃんと挨拶するしね。挨拶しすぎるのよ最近。挨拶しすぎるとまずいじゃないですか。だって全然怒ることがないの最近。威張ってないと。ああ、結構ね、人生でね、実るほど神戸の垂れる稲穂からの。そうだからね、本当にそのお気持ちでもね、そういうふうに言われる方が嬉しいじゃない。ですよね。ちっちゃいって言われるよりは。でも僕はちっちゃいって言われるんですよ、逆に。僕はちっちゃいとか。でもね、火星とか言われるんですよ。福山が大きいと思うよ。違うんですよ。全然そんなことないんですよ。本当。しかもね、ちょっとかぶり気味なんですよね。幼さが残ってんだ。そうなんですよ。俺のなんかかぶってないもん。いやだよね。危険なトークになってまいりましたね。本当。ということで、ちっちゃいです。まあ、あの。やっぱり前川さんと話すと緊張しますね。なんで？いや、やっぱ大きいというイメージがあったもんで。厚木市松永奈々。バカにしないよね、こっちから。福山さん、前川さん、はじめまして、はい、どうも。はじめまして。ところで、私は昔テレビで前川さんが言っていたことを思い出し、その真偽を確かめたいと思いお便りしました、はい、それは前川清は踊りながら歌えない。その2、前川清は自分の歌を聞くと眠くなる。また自分の歌を歌いながら眠ったことがある。という2つです。
このことを今になって思い出し、本当かと疑問に思ったんですが、どうかもう一度前川さんの口から真実を教えてください。お願いします。どうなんですか前川さん、これは、うん、全部当たってる。嘘でしょ。本当だって。あのね、俺ね、まずその前川さんは踊りながら歌えないと、これはどうなの？これはね、踊りながらというよりもまず動きながら、はい、あの歌えない。まあ、結構直立ですよね。直立不動で普通だったらリズム取るでしょ、はい、そのリズムがね取れない。おだから長崎時代に、ダンスホール、はい、今でいうディスコかな、そういったところで、はい、いろんなロックっぽいものとか、そういったものを歌ってたの、そしてその時に全然今の感じだもん。あ、ロックっぽいものでも直立不動だったんですか。そうすると昔っていうのは怖いお兄さんと怖いお姉さんが一緒にこのお客さんとして来てるのね、そうするとね、随分ね、イチャモンつけられた。あ、おいお前な、せっかくね楽しい曲やってんのによ、お前の顔見るとね憂鬱なんだよ。そんたらね、もうそういう風にするとなおさらカチカチになってくるよね。でもガチッと、だからロックっぽい歌もそのままで歌ってた。あ、じゃあまあある種それが自然とスタイルになっていったって感じですよね。そうだから最初の時ディレクターから怒られたよ。あ、そうですか。君たち何をふざけてんだ。あの長崎の公演だったから、ルル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 ルってコーラス入るでしょ、はい、その時手を上げるとか、リズムを取るとかなんかしなさいと、パフォーマンスしてみろと。そう、それでも全然メンバーがね様にならなかったから、で今のままで来たっていうことありますね。それでそのもう一つの、自分の歌を聴くと眠くなるっていうのはそれどうなの？あの要するに歌を聴くっていうのは僕は音楽ってあんまり好きじゃないのよ。いや、なんですか？突然仕事でやってるから音楽から離れたいのよ俺。もう本当に俺ね、全なの。普段はじゃあ家では聴かないですか？絶対聴かない。絶対聴かない俺。いいっすね。そしたら普通までか聴くかないわけじゃね、そうすると何で聴くかって、人様の曲なんかっていうあんまりほとんど聴かないの。それで自分の曲を聴く時もないんだけども、聴く時には俺が昔の歌い方と今の歌い方があんまり変わるとイメージ良くないからということで、昔の歌をふと聴いたりする時あるの。はい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 、ね、昔の歌、でその時に聴くぐらい、その時にね俺眠くなるの。その時に感じ、ものすごい大事な時じゃないですか。その時、あ、 CD カセット、俺の歌売れないなと思った。あのね、売れないスピードがね落ちるね。スピードが、車のスピードが落ちる。あ、でもそれは逆に言えば今この現代社会の中ではリラクリゼーション効果として逆にいいんじゃないですか。いや、でも眠くなる。でもそれがなんか俺の歌はね、やっぱあの寝る前とか横になって、でもいいんじゃないですか。歌がいいような気がするよ。でもそれって、でも本当逆にいいんじゃないですか。その逆に若い子たちがそんだけその、例えば、あの速いビートとか、その激しいテンポ感とか、そういうのに疲れた時に、前川さんの歌を聴いてなんか涙するって、そのポロッとくる感じっていうのは、やっぱりどこかリラクリゼーションなんじゃないですか。つかの間でいいよね、もうね。つかの間の歌でいいと思うの。一日中聴くっていうことではなく、ね、もう絶対ね、もう葬式が始まる。絶対にね。それは前川さんからもやめてくれと。いや、やめてくれってことはないけども、好き好きだけども、あんまお勧めできないな。車の中では。危ない人は危ないな。いやいや、じゃあ、今日はね、はがきを読まれた皆様にはですね、前川清さんからプレゼント、バラのオルゴール、特製誰か高いますから。ごめん。悪い。いやいや、どんなことないよ。もうこんな貴重ですよ。テレカでごめん。さあ、いよいよ CM の後はですね、2人のビッグショーです。というわけでやってまいりました。スタジオライブリクエストスペシャル with 前紀夫さんでございます。あのリクエストが本当にたくさん来ました。抱きしめてやってくださいと。あ、抱きしめてね、来ましたよ。ギターでしょ。ギターでね、ギター一本でこの曲を歌ったことは、僕はギター一本で歌ったことって未だかってないです。あ、そうなんですか。ないですね。僕は前川さんはギターはやらないんですよね。はあ、基本的に俺4つコード知ってるんだけど、4つ、オンリー4つ。そう、そうなんですか。でね、ほら上がるんですよっていう話ですよね。すごいね、上がるでしょうな。それはなぜなんですか。そのもう変な話ですけど、その何年もやっていらっしゃるから、その緊張感はあるかもしれないけれど、上がるっていうことは、要するにね、
結論的に僕考えたのは、自分の実力はここだ、ここまでがないのに、それ以上のものをよっともっとその上手に聞かしたいという、そういった余分な気持ちが入ってるんじゃないかなと思う。まあ、ある種向上心とも言えば言えるしというところですよ ね、 だから無で歌えればいいでしょうね。いいですね。で今日はね無で歌ってみたいな。あ、いいですね。僕も何しろそのギター1本だけでバッキングをするというのは、この間たまたまその海外からアマンダ・マーシャルっていう女性のシンガーが来ていて、それもこの番組で出てもらったんですけど、その人のところでその、ギターでバッキングしたとかっていうぐらいで、あんまりあのギタリストとして誰かシンガーのバックで弾くってこと僕もないんですよ全然。だからちょっとねもう手に油をかいて、手に油じゃないや手に汗かいてるわけなんですけど、多分もうみんな泣く準備してると思うんで、じゃあよろしいでしょうか前川さん。いいです、いいですね。じゃあラジオの前の皆様、これからですね、前清 with 福政二人のビッグショーをお届けしたいと思います。じゃあ私もですね、今までこのレコードと違った歌い方で、あ、いいですね、ギターだったらこんな雰囲気がいいのかなと思いっす。わかりました、じゃあ行ってみましょうか、はい、じゃあ、抱きしめて
やったいいですね、失礼しました。やっぱいつもとはちょっと違う感じの、その抑えた、よりグッと抑えた感じのこう入り方が、なんかギターバージョンって感じでしたね。でもやっぱり雰囲気ね、なんか違って、どうですか、ギター一本で歌うという感じというのは。上がりました。上がりましたか。上がりますね。やっぱり結構ね、汗かいてますよね。汗かいたな。何しろこの曲がその10代から20代前半の女の子にかなり染みてますからね。嬉しいですね。前川さんの汗が多分リスナーに届いた時には涙に変わっていると思います。じゃあこれ一回 CM やりましょうか。さあ今日はですね、深谷雅治のオールナイトニッポンマイキュースペシャルということで、前川清さんにいらっしゃっていただいております。ファックスが届いております、はい。マイキューさん万歳、マシャも万歳、たくさんのソングで心を温めてオールナイト万歳。嬉しいね、ギャルからの。ああ、ファックスでございます。じゃあここで私と前川さんもう一曲デートということで、僕の歌をなんか前川さん歌っていただけるということで、そうなんですよ。この曲はなんかいいという、もうこれアルバムを聴いててね、これだと、この曲だったらね、おじさんも歌えるかな、深谷君についていけるかな、そういった曲があったもんでね。じゃあ僕まず最初1番歌わせてもらいます。わかりました。じゃあ2番前川さんお願いします。じゃあ2つの鼓動、oh, no.
疲れ様でございます。どうも本当に。ありがとうございました。いや、こっちこそ。いや、楽しかったです、すっごい。本当に？ええ。いや、もちろん緊張もしましたけど、でもなんかね、前川さんのこう歌のこうグルーヴというか、間に合わせてこうギターグッとこう、行く感じがね、すごい、うん、気持ちよかったです、すごい。本当に、ね、いやありがとうございました。いやでも、言葉がはっきりしてるよね。あ、そうですか。言葉がはっきりしてる。で、プライベート一緒の歌と俺は、もご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 してんのよ。そんなことないでしょ。本当に。でもね、楽しかった。いや、楽しかったです、すっごい。いやいや。ちょっとして、ね、終わって。めちゃくちゃ、ちゃんと。もうね、3日寝れなかったの、俺。そう、前田さんね、3日間練習してくれてたんだった、この曲。そうでね。ごまかしごまかしね。いやいや、すいませんでした。でも前川さん節がこう出てて、いやいや、よかったですよ。いろいろね、ファックスとかにたくさん届いてるんですよ。うん、泉ちゃんより、私の町へ前川さんがやって、ふるさと自慢、歌自慢に応募しましたが、私が外れ、父が当たりました。あ、すごい倍率だったそうです。でも父が譲ってくれたので、私は前川さんになることになったのです。おぉ、そこでこのオールナイト一本を聞いているリスナーだけに分かるような合図を送ってほしいので、楽しみにしています。わがまま言うな、わがまま。これ場所はですね、どこだ、 NHK ラジオ大東、また NHK の宣伝をしているこの番組で、これどこだ、これ前橋横浜してますふるさと自慢、横浜の方じゃない、横浜の方、あ、横浜の方ですね、あ、行われるという、そうです、坂本冬美さんと一緒に、冬美ちゃんと一緒ですね、そうですか、はい、いやいや、いいですね、声かけてください、その時は私ですって前木をコールですね、前木をと言ってくれたら多分この子だってことで、電話してくれたけど寂しいと思いますけども大丈夫ですよ、多分あとその歌、読めるもありますか、ここですね、千葉県印旛郡のですね、笹井美和ちゃん、こんばんは、こんばんは、明日からテストなのに数学が全然わからないです、泣きそうです、でも前木さんのほのぼのとしたお話の仕方を聞いてちょっと幸せな気持ちになりました、 ありがとう前木さん、歌も素敵でした、あ、ありがとう、やっぱこうなんかアロマテラピー効果というか、うん、歌うアロマテラピーとでも言いましょうか、なんかやっぱりほのぼのというとあれですけど、リラックスさせる声質なんでしょうね、前川さんの声とか、そうですね、まあ人柄だとは思うんですけど、いやいや、あ、でも嬉しいね、ありがとうございます、で、ちょっとまず最初にお知らせの方をビビッと言っておきたいんですけど、はい、今年はソロデビュー10周年、はい、10周年でした、なんかになってさっきの前方でもありましたけど、はい、今回なんか10周年記念の、はい、コンサートをやったりとか、なんかいろいろ、なんとか言ってましたね、10周年っていうか、その、ファンの集いだ。そう、そんな感じですね。で、ファンクラブってね、僕はないんですよ。あ、そうなんですか、ファンクラブ形態では活動してるわけではないですか。あ、そうなんですか。はい。でもまあ、今回10周年ってことで、なんかもろもろ、10周年レコード会社関してやるっていうこともあるんですか。そうですね、まあ、レコード。こう買っていただいた人に、うん、じゃあ一緒に、うん、で僕は大きな会場っていうのは、ね、あんまりね苦手なんで、あ、そうなんですか、お客様が見えないと、はいはい、自分の声が聞こえれてるのかなと思って結構ね不安になるんですよ、なるほど、だから目が自分が目線が届く範囲のちっちゃなところでやれるんだったら、うん、僕はね10周年記念とかダメ好きじゃないんですよ、そういうのね、ああ結構全然ダメなんですよ、僕はそういうの嫌いちゃう、ああ、もう好きじゃないですね、うん、それでちっちゃな会場でお客様が見える程度の、顔が見える程度だったら雰囲気的な戦いからいいなと思って、でそれをね、名古屋と大阪と東京と3カ所、3カ所、終わって、あとは九州と北海道が今からどうなるかなっていう感じですね、ですよね、はい、でまあ2月の21日もうすぐですけど、はい、新曲がいよいよ出るということで、そうですよ、これがまあさっきから言っていたテレフォンカードをプレゼントしていたんですけど、バラのオルゴールじゃあ前川さんはこのジャケット、うん、今回のこのジャケットは、うん、お気に召してないわけですか、全然スカンめっちゃめちゃスカンと、うん、まあすごく嫌いということなんですけど、うん、これは何しろその前川さんが選んだんではないということをみんなに分かってもらいたいですね、じゃあね、そうそう、ですよね、うん、今日の格好の方がいいじゃないですか、だって、うん、だから俺絶対こういっただってナイキのデニムの帽子で、だから感じが大体俺好きなんですよね、ラフなスタイルで、メガネかけてたり、メガネとサングラスですけどね、グラスかけてたりね、そういった雰囲気って好きなんですよね、それでなんかこうなんかラフに
バッと撮る感じとかいいですよね。そう、それでほら普通あのこう照明とかなんかでも半分当たって半分消えてて、こう、はいはいはい、そういった車道的な感じってあるでしょ、はいはい、それが、ね、うちのスタッフちょっとね全部明かりがついてないとねもうね歯茎まで見えないと嫌っていうのあるでしょ。テカーとこういった写真だからね、もうスカンのこれはスカンと今回はだから歌は好きだという感じですね。歌もね、いや歌は兄貴歌は好きよ、兄貴、うん、歌は好き、ただ歌詞でね、気に入らないもんかちょっとあるけども、あ、そうなんだ、あるのね、いろいろとね、バラのオルゴールの方あるのね、この辺があんまり好かんなーっていうとこあるのよまあでもそれはね、あんまりこうどこれでもお客様が帰って逆に僕は好かんと思ってもお客さんがいいなと思えばいいことですよね。まあ言わない方がいいと思いますけど、ちなみにどの辺なんですか、うん、ってどこだろうな、いやいや、なんだろうな、やめて私おもちゃじゃない、そう、なんでわかった、あ、いやいや、なんとなくそういったね、やめて私おもちゃじゃないとかね、はい、そういったね、好きじゃないのね、なるほどね。でも前川さんの歌ってその、はい、まあ、話はちょっとまたポンと飛んでるんですけど、はい、その女歌って結構多いじゃないですか。そうです。あの抱きしめてに関してもその、はい、女性が歌ってもいけるじゃないですか。はい、で多分このバラのオルゴールもそうです。女歌ですよね。女歌で、だから想像の世界かな、自分で歌詞ってのは作詞の人が作って。でもあの僕は思うんですけど、はい、その、まあ、真面目な話にいけないやつなんですけど、その女歌が歌える男性シンガーっていうのはすごいなとよく思うんですよ。だから帰ってあの女心なんてわからないじゃないですか。そうすると例えば男の願望ってあるでしょ。ありますよね。そうするとこんな女性でいたらなと思うので、だから男がかえって想像してわからない女性のことを歌うっていうのが、うん、なんとなく自分で気持ちいいのかな、うん、だから歌詞の中で俺がとか出てくると俺ねダメなんですよ、うん、ああなるほどね、俺がとかね、ぐっと押しが強くなりますよね。そうですね、それとか花とかね、ええ、あ、花の時会いの時とかね、それもあるけども、ええ、ああいった言葉ですごい照れくさいって、あ、ちょっと横行になりがちというか、そういった言葉、ちょっと何気ない言葉って、ね、好きなんですけども、はいはいはい、自分でねやっぱり照れてしまうというかね、なんか嫌だなというのはありますね、あ、でもなんかそれは、ま、すぼんやりとなんか分かるような気がしますね、人柄として。ただやっぱりその女歌を歌える男性シンガーっていうのは何しろ声の説得力がないと僕は無理だと思っているところがあって、はい、だからやっぱりその前川さんのそのなんかある種のやっぱり声の良さっていうのはそういうところにあるんじゃないかなと思うんですよ。その井上陽水さんとか割とそうじゃないですか、はいはいはい、あれぐらいなんかものすごく個性的な声だから、なんか私は泣いたりさ、うん、女歌なら歌っても平気じゃないですか、かもしれませんね。声ってだから、声の質って持って生まれたもんってあるでしょ、うん、ですよね。だから上手な人ってのはいっぱいいますよね、僕、うんうん、なんかでも一般の人でも前なカラオケ歌ってる曲で上手い人とかいますよね、でまたカラオケ歌ってる人でもあんまり上手くないなと思ってても声の質であるとか、そういったのですごいあの雰囲気があって、おー、いいなと別の意味でそう感じる人もいますしね。やっぱりなんかね、最近は何しろね、声だなと思ってるんですよ。あ、本当に歌の上手さとか音程の良さとかリズムの良さとかってことよりも、そのさっき言ったのその滑舌がどうのってことよりも、何しろ声自体の説得力みたいなところがやっぱすごいんじゃないかなと。なるほど。改めて今日は前川さんにお会いして思いました。いやいやいや、はい、じゃあまああのとりあえずじゃあこのまあ多少はまあどうだろうと思う歌詞が前川さんもありはするものの、2月21日に発売になるジャケットもどこだかもっとありますね、こう持っているものの、うん、持ってるわけなんですか。あ、その前にこれをやんなきゃいけないんだ、うん、あの、まさかあの、さっき僕とあの、はい、プリクラ撮ったじゃないですか。そう、プリクラ撮ったのね、照れくさいね、プリクラってね。プリクラ、僕初めてなんですよ。ああ、俺ね、2回目2回目なんでしょ。そうそうそう、あの娘さんと一緒に、そうそうそう、周りからの、あ、前川清だって言われながらこうプリクラ、撮ったんですよ、うん、僕初めてなんですよ。あ、違う、2回目、3回目だわ。3回目なんですか、うんうん、あ、結構やってますね、そうそうそう、結構いやいや、あの、私初めてなんですよ、はい、で、この前川さんと2人で、撮ったプリクラをですね、たった1枚だけプレゼントしようという。おー、1枚だけ。1枚だけですよ、生プリクラ。バージョンはですね、おでんバージョンです。うん、僕と前川さんが、おでん屋の屋台で、ガッと俺おでん食ってる。俺は口開けて。前川さんは口開けて、口開けて、そう、おでんを食ってる雰囲気。で、俺が口開けて、ガッと飲んでる感じ。飲んでる感じ。この2人がこう、まあ、世でいう長崎系と言われるこう流れを組む、うん、このプリクラはたった1名に1枚だけ差し上げたいと思うので、このハガキの束の中から1枚だけ抜いてもらえますか。1枚だけ、はい、じゃあ、ダンダンダン、はい、はい、
当選しました。東京都江東区のですね、ペンネームドロップちゃんが当たりました。おめでとう。おめでとう。この方にフリープラ1枚、1枚だけ差し上げます。僕これ持って帰りますね。前川さん、前川さんも、俺もちょうだい。前川さんがあげますね。分けましょうこれ、うん、これいいっすよね。いいね。これ俺見せたいですもん、みんなに、うん、どうだーって、ね、俺自分が歌ってるマイクに貼っときたい。マイマイクに、うん、マイマイクに、それ貼ってくださいよ、ね。マイクは俺もちょっとマイギターに貼っとこうかな、というですね、今日本当に長々とありがとうございました、うん、本当に遅くまで。こちらこそありがとうございます、本当に。すごい楽しかった、一緒にセッションできて。本当に帰ってきました。いやいや、どんどん。じゃあ、2月21日に発売になるこの新曲を聴きながらお別れしたいと思います。はいはい、前川清さんで、バラのオルゴール。今日は本当にどうも。ありがとうございました。どうもでした。またお会いしましょう。会いましょう。秘密のコーナーです。君の誰にも言えないことをそっと教えてもらっています。そっと手紙にハガキにしたためて送っていただいております。埼玉県ラジオネーム無敵キングさんからです。こんばんは。こんばんは。小学校中学校時代って特に男子はトイレの個室に入れないものですよね。僕も中学時代困ったものでした。どうしてもしたい時は学校のプールの下で用を足すのが僕の習慣でした。ん？ノークソ？そんなある日、ふと隣を見ると大きなハンドルのようなものがありました。それを回してみたところ、ものすごい大きな音とともに大量の水が湧き出てきました。怖くなって僕は逃げました。次の日は校内水泳大会だったのですが、プールの水がからかんで中止になったのでした。つまり僕が回したハンドルはプールの水を抜くためのものだったんです。緊急全校集会で体育委員だった僕はみんなの前に並んでいました。始まりから終わりまでずっとドキドキしていました。でも生徒たちは中心になってみんな喜んでくれてました。僕は良いことをしたのです。たくさんの人助けをしたのです。ヒーローは顔を知られてはならないものです。それからの僕は校庭の隅にある体育倉庫の飛び箱の中でするようになりました。個室行けよ。そこそんなのぐそする勇気があるんだったらな、違う勇気が違う勇気だよ、それは。九州男児ね、前川さんも九州男児です。はい。愛知県一緒に行きたい。なんか新鮮なペンネームですね。なんかこういうね、非常にシンプルな。福山君こんばんは。こんばんは。私結婚して4ヶ月になる主婦です。夫にはパートで歯医者の受付やってるって言って働いてるけど、本当はツーショットダイヤルのテレフォンレディやってます。大半の男性はアブノーマルな方で、男がどんな格好してるのとか聞いてきます。たまに渋みのある福山雅治くんの声とか TMN の宇都宮隆さんみたいな声質の男と声質の男性とつながると、私もテンション高くなって気持ちいい悲鳴を上げています。ほら、もうそんな声出されたら、もう俺のものがカチカチになっちゃったよ。なんて言われたらたまんない。九州男児です。ちょっと今迷いましたけど、九州男児です、これは。嘘はやめましょう。秘密はいいけど嘘はやめましょう。やだな、自分の神さんが、なあ、ツーショットダイヤルで。うん、まあ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 、まあいいんですけどね。いいね。匿名特住所でお願いします。はい。私の秘密は何と言っても家の秘密ですが、私の秘密はと言っても家の秘密ですが、とても貧乏なことです。笑うとこじゃないような気がするんだけど、母が言うには家のローンもたくさん残ってるし、借金もいろいろあるそうです。でも両親ともあまり深刻になっていないのでちょっと困ります。生活を切り詰めれば貯金とかできるだろうにと思うのですが、一向にその気配はありません。この先家のローン返済額はだんだん多くなり、私も大学受験を控えています。それなのに父の給料はこの1年で1000円しか上がってないようです。私は内心とっても不安で、一家心中にならないようにと祈っています。福山さん、うちはどうなっちゃうんでしょう。 PS ドラマ頑張ってください。いや大丈夫ですよ。うちのドラマのね、
柏木家の方がもっと貧乏ですから本当に本当にもう超がつくぐらいですから。福山ックスです。はい。千葉県シークレット。実は私の父は50歳になってもギルガメッシュナイトの大ファンでいいじゃんかな、別にいいじゃんかな。土曜日になると私たちに、いつも夜更かししてないで早く今日は寝なさいと言って、夕刊のテレビ欄を見て、今日は面白い洋画があるなと言いつつ、目線は12チャンネルの下の方へと。そんな父は大の巨乳好き。テレビ欄に巨乳と書いてあった日は必ずと言っていいほど見ています。ギルガメの始まる時間には大概家族は寝ていますが、たまにトイレで起きてみると、ドアを開けた瞬間、父はすかさず左手で持っているリモコンでチャンネルを変え、わざとらしく寝たふりをしています。そんな父を見て、ギルガメ見てたのバレてんだよと心の中で思っています。きっと父はこの先ギルガメが終わらない、ギルガメが終わらない限りずっと見続けるでしょう。いいじゃないかな、別に50歳だからギルガメを見ちゃいけないってことはないだろう。だって俺が50になったぐらいの時にこういうギルガメやってたら見るよ。今は見ないんだよ、変な話だけど。50歳になって見るとすごくいいだろうね。なんかそういう男でありたい、まあまあね、そういう男でありたいよね。だってなんだろう、ごめん、お父さんが若かった頃はこういうテレビ番組なかったんだからね。え、お父さんが若かった頃は力道山がバーってやってたぐらいの感じなんだからね、うん、じゃあね、福山ックスです。これは、一瞬お父さんに九州男児あげようかなと思ったんだけど、それすごくなんかすごいなんていうの、プレッシャーだから、お父さんに対して福山ックス差し上げますね。というわけですね、まあ、このように秘密をね、どうですかね、まあ、こういう割と今週は軽めな秘密を選んでみましたけど、まあ、リスナーのみんな的にもっとハードなものが欲しいというのであれば、もっとハードな秘密ね、書いてもらっても結構ですし、まあ、こういうその何ていうんですか、そのハガキのニュアンスでこうニュアンスでくすぐられるハガキっていうのも、まあ、これまたいいもんですよね、なんかね。秘密のコーナーではですね、このように皆さんの誰にも言えない、秘密をそっとしたためて送ってきていただいております。郵便番号100-87、日本放送福山雅治のオールナイトニッポン秘密の係まで皆さんの秘密待ってます。曲は何します？やつら行きますかね。先週かけてやったんだよな、日本で一番早く、俺たちが2番目だったの。どこ早かったの？一番どっかの FM 局そうか、まあ2番目か、ちょっとなんか悔しいな、すごい、俺はそれを恩着せがましく言おうと思ってたんだけど。エアロスミスで Falling in Love。 普通歌です。最近ねこの手のハガキ多いんですよ。新潟県の、私の両親は仮面夫婦。この前私の弟中3から聞いたのですが、弟の隣のクラスではよく福山さんの話題が出るそうです。嬉しいな。しかしそれは福山死んだ説ですかっこ彼らは福山さんがラジオをやってることを知らない、かっこ閉じる。聞けよ私はそれを聞いて、志村けんみたい、福山超すごいと思いました。先週も福山さん80キロ説がありましたが、私も福山デブ説を聞いたことがありますこれは私は信用していませんが、早く福山さんをテレビで見たいです。一つ屋根の下2頑張ってくださいこれね、もう一丁ね似たようなのが来てんだよ。青森県ペンネーム正春。先週前駅をファンのおはがきで、福山さんが80キロまで太ったって噂があるって言ってましたよね。実は私の周りにも噂があるんです。まず一つ目は、福山さんいきなり消えたじゃないですかドライな言い方だね、ドライな。売れなくなって消えるのはわかるんだけど、かなり売れてる最中でしたよね。それでお金がかなり貯まったから世界旅行へ行き、外人と結婚したっていう噂。二つ目は、なんだかわかんないけど長崎の実家に帰って、オールナイトのある月曜日だけ東京に帰ってきてるっていう噂です。この二つについてどう思います？それではドラマ頑張ってください。新曲が出る日を楽しみに待ってます。俺すごい好きなんだよこういう噂って、まず一つ目のさ、私の両親は仮面夫婦さんが志村けんみたい、すごい、超すごいって思ってくれること、これはね、エンターテインメントのね真髄を分かってらっしゃる人のハガキですね。あとなんだ、
このさ、福山さんいきなり消えたじゃないですか。まあいきなり消えたように思われるよな。ああ。でもなんだって別に理由はあってないようで、あるようでないようで。そうかそうか。いやいやいや。あ、嬉しいです、こういうの。なんか俺好きなんだよね、こういうその、うん。本当じゃないことって。はい。いやいや、そう、うん、こんな噂聞いたってのあったらいろいろ送ってください、こういう。一応でも俺は105キロまで太ったんだけどね。だから嘘だって、それは。もう一応、千葉県、18歳男。実はどうしても気になることがあるんです。よくアダルトビデオで、ラブホテル消し忘れというのがあるのはご存知ですか？うん、知ってるよ。それは何ですか？知らぬ間に撮られてるんですか？そして消し方があるんですか？僕はまだ行ったことがありません。だからわかりません。しかし近いうちに行くかもしれません。もし消し方があるのならば教えてください。友達には恥ずかしくて相談できません。お願いします。うん、いいはがきだね。ラブホテルにはですね、多分私が知り得る限りのここ13年ぐらいのラブホテルの歴史の中で、ある時期から自分たちがしてるプレイをビデオに撮れるサービスを設けたラブホテルができ始めたんだよね。いろんなサービスをね、だからラブホテル業界もね、今を遡ることを約10年ぐらい前ぐらいからですかね、様々なサービスを考案しだしたんですよ。ビデオを最初ね、最初は普通に映画とか出したりしてたんだけど、今はカラオケあり、もちろん自分たちのエッチしてるのを撮れるシステムあり、でそれを自分たちで見たりとか、あとゲームありとか、あと何かプール、あープールとかあるのがあるよね。うん、いろんなのがね、やっぱりね、10年というか、まあ10年弱ぐらいか、そういうふうになんか増えていったんだよ。だからそういう流出ものがラブホテル消し忘れってアダルトビデオの中で使われてるか、もしくはちょっとしたやらせでそれっぽく作ってあるのかっていうことだと思います。非常に的確な説明をしたと思ってるんですけど、どうですか。ねえ、ラブホテルとか行ってないよ俺。行ってない。昔はそうね、もう気が向けばね。自宅測って、いやーどうだろうね、まあ屋内屋外水中空中ブランコ。はいね、うん、曲、リクエストですね、これね、相模原市の桜井優くんのリクエスト、玉木浩二さんでメロディー。福山雅治のオールナイトニッポン。俺のスタジオライブリクエストのコーナーです。阪神大震災被災地へ向けて、歌っているコーナーです。お紹介しましょう。香川県は篠原彩ちゃんです。この時間の歌声に神戸の人たちが励まされ元気で朝を迎えられることをいつも願い、私も楽しみにしていました。2月10日雪まじりの雨の日、神戸から電話。ずっと気になっていた方が仮設で亡くなっていたという知らせでした。2年前の夏、突然見も知らぬその人から電話がありました。主人の遠縁だというその人は泣いてらっしゃいました。仮設に入れたが市内は2時間かかり、働き口もなく生活に困っているという話でした。知人もおらずどうしていいのかわからないと言っていました。とりあえず生活に必要なものを送るので住所を知らせてと言ったのですが、すみませんすみませんと電話は切れてしまったのです。それから夏の終わりにかけて何度か電話があったんですが、話ができて嬉しい、声が聞けてよかったと、その度にすみませんすみませんと言って切れるのでした。話を聞いてほしいだけなのかなと思い、電話に出るときはただただ励ましと慰めの言葉を繰り返していたのですが、ある日から途絶えてしまいました。今どうしているのだろうと気にかけてはいても、何をするあてもなく亡くなったという知らせを聞き、胸が潰れる思いです。震災から立ち上がり頑張っている人たちの中には、まだ仮設に残っている人たちは甘えているのではという人もいるようですが、立ち上がって歩けるほど若さも記憶もなく、その日一日を送るのがやっとという弱い人たちもいるんだと
改めて痛感しました。六甲山を越えた雪の積もった仮設で死を迎えなければならなかったその人の人生を、仮設での暮らしを思うと、復興は目に見えるところではなされているけれど、切り捨てられたようにその、ね、取り残されている人々が驚くほどまだいらっしゃるという事実、それを知っていても自分のこととして感じられず、何もできずにいた自分を腹立たしく思っています。毎週この放送を聞いていて、神戸へのエールをずっと続けてほしく思い、また仮設での孤独死は何とかなるように食い止められるように願いペンを取りました。私ももう一度何をすべきか考えようと思っています。微力ながらどうかこの放送を聞いていらっしゃる皆さんに神戸のことを忘れずにいてほしいと思います。長々と失礼しました。これからもオールナイトニッポンで神戸へのエールを期待しています。なるほど。ね、2年前の夏、突然見も知らぬその人から電話があったと。主人の遠縁だというその人は泣いてたという、あまりそのはっきりとは知らないまでも、やっぱりその電話の向こうから感じられるその孤独感というか、そういうものを感じていたんでしょうね、その篠原さんはね。そうですか。でもそれが現実リアリティというか、現実のものとして自分の胸に届いて、うん、まあなんかいても立ってもいられないというか、いかんともしがたい気持ちっていうことになってしまったんですね。じゃあ今日はですね、北海道のですね、宮田雄一君からのリクエストの曲をいきましょう。雨のメインストリート、うん、
プリントクラブどのぐらい集めた？お友達からもらったプリクラがいっぱい。見せて。あれ？これ変わってる。これはプリクラクリスタルよ。シールに貼るだけ、簡単、立体的に見えるでしょ。本当だ。これなら大切なシールを守ってくれるわね。あなたのシールが大変身するプリクラクリスタル、アトラスから近日発売予定。松任谷由実ストローリンカウンガールツアー東京公演は5月17、18、20、21、23、24、25日の7日間、国立代々木競技場第一体育館。チケットは3月2日午前10時から前売り開始です。お問い合わせは 0180-993-366 共同東京。この曲は耳の不自由な人が作った曲です。主演の日、感動のアクシデン、会場は割れんばかり。作曲家は振り返ってみて初めて拍手喝采を浴びている自分に気づいたのです。彼の名はベートーベン。全国には耳の不自由な人が約35万人います。でも今は手話があります。その感動を手話で伝えることができます。この喜びを一緒に味わうことができるのです。皆さんもぜひ手話を勉強してください。西村智美でした。公共広告機構です。マサールのオールナイトニッポン。この番組はブルボン、ポッカコーポレーション、日本コロンビア、ワニマガジン社、ロッテ、白線社、日本ツーン、ザッピー、MCA ビクター、NTT、NEC、スティング、KO 進学会、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送をキーステーションに全国34局ネットでお送りしました。2月のエンディングテーマはですね、平岩英子さんの卒業でございます。ね、ファックスね、まあ最後に1枚読みますね。今日1時、夜中ですね、深夜1時10分頃、福山さんが壊したみんなのたまごっちは治ったのでしょうか、とーても心配です。ファックスネームグッピーさんからですね。壊したわけじゃないんだって。やり方がちょっとまずかったんだろね。で、小原くんが、あの作家の小原くんがピピってやったら治ったんで、ちゃんと生きてます。孵化しました。今寝てますよ。育てましょうね。大丈夫かな、みんなのところに届く前に死なないかな。育てようね、ちゃんとね。はい、玉口大丈夫です。復帰しました。黄色です。今日のキーワードはガッ、んなじゃなくガッ。この後3時からはですね、西川君ね、 TM レボリューション西川君のオールナイトなんですけど、うちのスタッフが何でもあのゲストで行くという。2部ってそんな金ないの？ねえ、もうちょっとあるだろう、ゲスト呼ぶとかよ。 AD 小林くん、あと岩佐くんも行くんでしょ、ミキサーの。あ、そう。まあラジオの厳しさってやつをビシッとね、ビシッと教えとってくれるかな。まあ聞いてください、この3時から西川君のオールナイト。それでね、俺ね、実は来週1週間ちょっとねお休みなんですよ。で、相川七瀬ちゃんがオールナイトをやるんですよね、っていうことですよね。相川七瀬ちゃんがやりますんで、そちらの方も聞いてみてください。福山は来週1週間お休みです。まあこれがいわゆる消えるというやつでしょうか。はい、消え物でしょうかね。というわけでですね、まあいろんなあの前京さんの感想、サライのリクエスト、秘密などなど、いろんなね各コーナーしたためて送ってきてください。それでは福山、この辺で失礼したいと思います。またさ来週まで、バイバイ。